日のゲストはイモさん、2回目ですね。今回も飲酒会でございます。で前回イモさんに教えていただいた上善水のごとしっていうお酒があるんですけど、いただき物としてもらったので後で開封して楽しみたいと思います。それではつなぎたいと思います。お待たせいたしました。こんばんは。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。イモです。で、今さんも2回目ということで、はい、はい、ちょっとまあ年齢も変わったことですし、軽く自己紹介をお願いします。あ、そっか、忘れた、はい、自分はそのつもりはなかったんですけど、23歳のイモになりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、年を重ねたイモさん、書きたい字を噛まずに読んでください。噛まずに、はい、酒豪酒くず出自肉林です。酒くず入れてくるあたりがね、芋さんっぽいですね。もう適当にもう五感で選びました。あ、これはいけるんだねみたいな。ちなみに今日はもう飲んでるんです？まだ飲んでないんですよ、今日。珍しい。待ってました。もう今から開けてもよろしいでしょうか？よろしいんですけど、ちょっと私から、はい、あのまず、持ってきました。ちょっと見てください。映ったものはじゃじゃーん、見ます？あ、見えます、見えます。上善水のごとし、はい、ちょっと今箱ごと冷やしてました。いや、ほんとね、このチョーク触りながらね、飲み食いするのいかがかと思うけどね。絶対良い子は真似しないでください。カルシウムも一緒に取っていただいて。音聞こえるかな？えい、えい、カシュって言いました。わ、いい匂い、やば、えい、注いでる、注いでる、やばいやばいやばい。自分も準備しなきゃ。あ、どうぞどうぞ。やばい、今日は何を飲むかな。よいしょ。あ、だだだ、今日はカールスバーグです。ちょっと有名な方かもしれない。そういうビールあんまり見ない、見ないじゃない、飲まない。お、マジですか？美味しいですよ。早く飲みたい。乾杯しましょう。はい、それではいいですか？あれですかね、酒くずに乾杯ですね。そうですね、酒くずと、まあ、イモさんのお誕生日と、あと2回目ありがとうと。はい、はい、いろいろある、はい、いろいろな乾杯です。乾杯。はい、乾杯。うお、あー、あー、うわ、これは、うん、ちょっと待って、これ今ね、私ね、当てを持ってきてないからちょっとやばい気がするので、ちょっといいですよ。はい、ちょっとなんか早く酔ってしまいそうなんで、お気をつけて。はい、すいません、お待たせしました。今日の当て何です？私ね、ポップコーン中なんですよ。ちょっと白飛びして見えないな。ちょっと今日自分当てがないもんで紹介できないです。悪酔いしません？ビールは大丈夫っすね。ああ、まあまあまあ、でもそうか。でもなんかあれですよね、ビールの方はよく飲むって言ってましたよね。はい、ビールは大好きです。そうですね、今日は特にビールの話をしようと思って。おお、いいねいいね。この間の1回目の動画もね、酒トークやってんの、はい、おもろかったって結構近しい人からね聞いて。あ、そうですか。飲酒してるのなかなかないんで。確かに、動画全部見させてもらってるんですよ。あ、ありがとうございます。誰もお酒飲んでない。いや、そりゃそうだろ。マジかって感じです。いや、でもね、結構お菓子とか飲み物持ってきた方がいいですよっていう風に言ってるんですけど、はい、なんかちゃんとみんな可愛い感じ、コーヒーとかオレンジとか。全部あれじゃないですか、酒で割ってるんじゃないですか。やばい。自分だったら割っちゃいますね。ちょっと早速いきますか、酒を。はい、まあ、ほぼいいかなって思うんですけど、この右側はちょっと三水のこの何、一画目の終わりぐらいから始めるとちょうどいいかなと思いますね。ああ、そういうことか。うん、なるほど。ちょっとペン変えます。はいはい。うわ、これマジすぐ酔っ払う、やばい。あんまりご無理なさらずに。最近ね、絶対弱くなった。あ、そうなんです、うん、なんかありました？いや、なんかね、だから それこそ今さんの年ぐらいの時はもうね、ほんと永久に飲んでても全然気持ち悪くならなかったんだけど。うん、強いタイプなんですね。強いっていうか、いやいや、お酒の失敗いっぱいありますよ。普通にゲロゲロしたことも何回かあるし。今さん失敗なさそう。いや、なんだろう、どちらかというと、うん、みんなに隠れて一人で失敗してるタイプ。なんだそれ。隠れて失敗って何？まあ、意地です。
あ、意地？簡単に言うと。その都度あれですよ、次の日、うん、めっちゃ後悔して落ち込んでる感じです。あ、そうなんだ。なんかお酒飲むにあたって人に迷惑かけちゃうとまずいじゃないですか、うんうん、だからそれだけは本当に守んないとなって感じで。いやー、えらい。一応気をつけてます。大人だわ。いやもうその後処理大変じゃないですか、周りの人って。耳が痛い耳が痛い耳が痛い、やめてやめて。いくらでもカバーしますね。まあ教訓というか、なんというか。そうね。ここ揃えるといいかな。ぐーっと下まで。そう、もっと長くてもいいな、今の。あ、今のいい。上手上手。おっしゃ。うん。あ、いい感じいい感じ。よしよしよし。はい、オッケー。だんだん良くなった気がします。いや、良くなってますよ。あ、そう、なんかね、あの他のね、見てくれた人がね、あれだった、芋さん酔っ払っててよくあの字書けるねって言ってましたよ。いや、きっとそんなに酔ってなかったんすよ。本当？まだあの人の話聞こえてます。いや、自分あの酔っ払うと、耳からやられてくるんですよ。何それ。え、なんかもうぼーっとしちゃう感じですか？いや、もうなんか聞こえてないんですよね。何それ。自分が聞く気あるんですけど、向こうの音が耳に入ってきてなくて、で、何回か聞いて、理解してみたいな。あの、え、視覚は大丈夫？あ、目は大丈夫。目は大丈夫。なんでかな、耳から、え、やっぱみんなは違うんですかね。自分だけなんですかね。私は座ってられなくなるの。ちゃんと、あの、自分のだけの力で座ってられなくなっちゃって、横たわっちゃったり。あー、もたれかかっちゃう。そうそうそう、人とか壁とかにもめちゃくちゃもたれかかる。あ、じゃあ筋肉に来るタイプですね。筋肉に来る。え、なんか筋肉しびれません？若干酔っ払うと。え、しびれる？いや、ある程度進むと急に麻痺するような感じになるんですよ。え、ねえねえ、そこまで来ると、イモさん、やばいな。イモさん、お酒飲んでますよね、ちゃんと。お酒じゃないやつじゃない、それ。お酒です、お酒です。カールスバーグです。怖いって。もうそろそろ開くんで、もう一本持ってきていいですか？あー、どうぞどうぞ。はいや。さっき開けたのに。いや、難しくないですか、うん、むずいむずい。あ、そうだ、ここね。あ、横になって、そうそう、左向きにするとかっこいいかな。うまい、素晴らしい。よっしゃ、あ、集合かけちゃった。集合かけちゃった。え、実際集合なんですか？いや、言うて普通なんじゃないですかね。いや、周りの方が飲んでる感じするんで。え、周りの、あれ、女性陣が？あ、女性陣に限るとちょっと待ってよ。でしょ。いや、マジ男とね、張り合っていく感じの飲み方だもん、多分。いや、でも飲む人は飲みますよ。あー、まあね。でも少なくないですか、最近。なんか、まあ、確かにそうですね。甘いの結構早い段階で酔って完成しちゃってる人が多いような気が。そうね。クズって感じ。真面目に書くの初めて。私もで。クズな。クズな。なんかじわじわくる。でもなんかクズって可愛いですよね、響きが。クズに慈悲はいりません。なんかゴミよりも良くないですか、クズの方が。そう、まあまあ確かにゴミって言われるよりはまだクズって言われた方が。何の話？いや、私ね、結構昔から思ってるんだけど、あのゴミ箱ってあるでしょ？はいゴミ箱よりも、クズ入れの方がなんか響きとして好きなんですよ。確かに。まあ必要のなくなったものを入れるところみたいな印象があるけど、うんうんうん、ゴミはもうなんか、そう、まさに、まさにって感じ。うん、なんか嫌なものの、なんかね。そうですね。なんかわからなくないです。なんか負の感情をね、読み取れるから嫌なの。いや、でもこれクズ別に良くない？イモさんのクズ、綺麗なクズだから。綺麗なクズ。もう何話してもクズに関してはダメな気がします。綺麗なクズ、綺麗なジャイアン。綺麗なクズだ。中
右がこう長方形で、ここ階段になるんで、あ、そこがそうそうそう、だからこれをあんまり長くしすぎるとどんどん中がデブになってっちゃうんで、はい、いいいい、そう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 、変わった変わった、若干わかるような気がして、そう、スマートなクズになったスタイリッシュクズですか、そう、スタイリッシュ、よかったあーひどい、オッケー、いいっすよ、ビール取りに行って、あ、いいですか、はいはい、どうぞ、あ、そうだ、そもそもビールの話をしようと思って、そうなんだよ、そういえば、ちょっと待っててください、はい。